サクさんが、アネモネがまた私たちと同じステージに？そうなんだ。なんだろう、緊張するね。この前も同じステージに立ったのに。うん、ドキドキしてきちゃった。やっぱりサキだけじゃない。みんなアネモネと同じステージに立つのは不安なんだ。あれだけ圧倒的に差がある演奏を見せられたし、それはわかる。でも気持ちはわかるよ。でもやるしかない。確かに私たちの実力は全然足りない。それにこの前のライブのことがあったから、あの人たちと一緒のステージに立つのに気遅れするのはわかる。でもその気持ちのままステージに立ってもお客さんに響く演奏はできないと思う。不安ならそれを吹き飛ばすくらいの自信をつけられるまでやるしかない。これならアネモネにだって引けを取らない。お客さんの胸に私たちの曲を響かせられる。そう胸を張って言えるまで練習するしかないよ。っていうか、もともとそのくらいの覚悟でやってきたはずでしょ。しほちゃん。確かに、しほの言う通りだね。みんな最初から、自分たちの音楽がどういうものなのか証明したいって気持ちで一生懸命やってきたと思うけど、そのレオニートの音楽の信念っていうのが、聴いてくれる人の心に響く曲をやり続けていくことでしょ。だったらそのアネモネってバンドが出ても出なくてもみんなのやることは変わらないはずだよね。そうだね。今私たちがやるべきことは、聴いてくれる人たちの心に響かせるために一生懸命練習することだけ。ありがとう、しほちゃん。この曲ならきっとお客さんの心に響かせられるってそう思ってたけど、アネモネの演奏を思い出して、私じゃそこまでうまくやれないしって思ったら、急に怖くなっちゃったみたい。私も。でも、しほちゃんの言う通り、そんな気持ちのままじゃ、いい演奏にはならないよね。もっと練習しよう。自分でも納得できる演奏ができるように。ならきっと本番までに完璧な演奏ができると思うよ。リンがそう言うとなんか適当っぽく感じるんだろうな。もう適当なんかじゃないって。だって私最近ずっとみんなの練習見てきたんだよ。みんなすっごく頑張ってた。リチはギター弾きすぎて指切っちゃったりしたし、トナチもスティックにひび入っちゃったみたいだし。え？ホナちゃんのスティックに？前から使ってたものだからもう買い替えたし大丈夫だよ。そっか。てっきりホナちゃんが気合い入りすぎて筋肉ムキムキになっちゃったのかと思った。ムキムキ？こんな短期間でそうなってたら逆にすごいと思う。いちかも指切ったって大丈夫？うん、大丈夫。まだ指の皮が柔らかいってことだからちょっと恥ずかしいな。なんか
いっちゃんとほなちゃんの話しか出てないけど、私もちゃんと一生懸命練習してるからね。本当の本当の本当に。別にそこは疑ってないって。そうだよ、別に怪我するのが偉いわけじゃないし。そうだけど。それで言うと、さっきは苦手の克服が早かったって。私からフォローさせてもらおうかしら。そうなんですか。ええ、さっきは小さい頃からピアノをやっていたから、そのやり方でキーボードを弾いているところがあったのよね。例えばピアノは感情を乗せるように抑揚をつけた弾き方をするものだけど、キーボードにはそういうものが必要ないの。そういう細かいところをすぐに理解して、たくさんの練習でものにしてくれて、すごくいい生徒だったわ。やったー、褒められたよかったね、さきちゃん。みんな、私が思ってた以上に一生懸命だし、前向きにやってくれてる。これなら、きっと、お客さんにも響く演奏ができるはず。頑張ろう、みんな。本番の日まで、全力で。志保。うん、もちろんだよ。絶対にお客さんの心に響くライブにしようね。それじゃ、そろそろ今日の個人練習に入ろうか。そうだね。今日の担当は誰だったかな。うん、かなり良くなったな。最初よりずっと表現したいことが伝わってくる。毎日このフレーズ練習したって言ってたけど、その甲斐があったな。うん、やっと今日納得いく音にできた気がするよ。レン君たちのおかげだね。あのな、何度も言ってるけど、聞けるようになったのはサキが頑張ったからだ。そう言ってもらえてよかった。ああ、さっきだけじゃなくて、みんな、最初に聞いた時とは、段違いに上手くなってるの。みんな、そっか、みんなも頑張ってるんだね。ありがとう、レン君。帰る時、たまに練習してる音が聞こえたりするけど、今みんながどれくらい上手くなってるのかわからないから、教えてもらえて嬉しいよ。みんながどれだけ上手くなってるかは、次に合わせる時の楽しみになってるもんな。うん、でも私だけ下手っぴだったらどうしようって、ちょっとドキドキしてるとこもあるんだよね。だからもっと練習しないと。だろ、みんな打ち合わせでもしたのかってくらい同じこと言うんだろうな。さすがレオニード、離れてても心は一つだね。でもあんまり根詰めすぎるなの。アネモネってバンドのことで焦るのもわかるけど、やりすぎて体調崩したら意味ないからさ。うん、そうだね。今日はもうこんな時間だし、あったかくして休むことにするよ。では今日のレッスンありがとうございました、レン先生。おう、また次に担当を回ってくるの楽しみにしてるぞ。わー、今日もたくさん練習したって。あ、ほなちゃん、ほなちゃんももしかして今帰り？
さきちゃん、お疲れ様。私も今帰りだけど、なんだか結構汗かいてない？体調悪いんじゃ。お、違う違う、お昼からずっと練習してたから体が温まってるだけ。むしろ最近は調子いいくらいだから。そっか、それならよかった。確かに長く練習してると汗かいちゃうよね。この音って、しほちゃんのベース？そうだと思う。でも、前にスタジオで聞いた時とは全然違うね。うん、ちょっと覗いちゃおっか。ちゃんのベースの音、生き生きしてる。それにすっごく、すごく練習したんだろうな。私たちも負けてられないね。うん、しほちゃんのレベルに追いつくのはすごく大変だと思うけど、頑張ろう。最高の状態でみんなに新曲を聴いてもらえるように。おー、頑張るぞミクに注意されたとこ、ちゃんと意識して。うん、今の感じ良かったかも。でもまだ、この後のサビの部分にも不安はあるから、練習しなきゃ。もっともっと、自分の演奏に自信が持てるまで。今日の特訓は終わったのに、頑張ってるわね。そうだね。こんな時間だから、今日はもう休んだら、って声かけたんだけど、感覚をつかめたところがあるから、今日中にものにしたいんだって。そうだったの。一花もそうだけど、みんなの頑張りが報われるといいわね。報われるよ。だから、信じて見守ろう。